皆様こんばんは、カズチューブですが、カズラジバージョンなので野球の話はしませんという回です。昨日はね、あのナイトゲームが終わって今日デーゲームの実況だったんで、さすがに昨日はこのカズラジバージョンまではできなかったんだ。まあでも勉強とかしてたらね、あの勉強というか資料をつけていたらもう寝たのは3時くらいだったんだけども、今日またちょっと早いんでやります。昨日は、勝手を申し上げまして、ありがとうございました。お休みさせてもらいましたが、今日はやりますよ、カズラジバージョン。あの野球の話はしませんので、ごめんなさいね、野球ファンの方はね。まあ、皆さんの春というテーマでいろいろと頂戴しておりましてね、チョビ五一さん、これ面白いんだ、自然豊かな土地で暮らしておりますので春を感じるのはたやすいことなのですが、それ以外となると5匹の猫たちが飼ってらっしゃるんだ、5匹もね。それまで掛け布団の上から私の体に乗っかるようにして寝ていたのが、少し距離を取るようになったことでしょうか。動物は正直よ、寒いと体を寄せ合うんだけど、暑いと離れていくね、よくわかるわ、寝返りするのも一苦労だったのが、今は簡単にゴロゴロできるようになりましたということで、猫が離れていきましたが、春ですね。ありがとうございます。会社関係で春を感じる方、美貌録さん、いつもありがとうございます。4月の1日は入社式です。毎年のことながら今日から3ヶ月間新人研修を担当いたします。すごいな、美貌録先生、こんなはちゃめちゃなおっさんに研修を任せるなんて、うちの会社大丈夫なのかと心配になります。前回の新人はなかなか粒揃いで営業成績も優秀でしたが、いわゆる文句言いが多かったので、人事部長からは、美貌録君、君も大概文句言いやけど、そんなとこまで研修せんでええからと言われました。今年もガチガチのガチで鍛えてやろうと思いますという、よろしくお願いします。まあ、あの厳しく言うのと叱るのというのは難しいもんね、そのボーダーが。今はね、もうちょっと怒ったらもうパワハラとか言われるし、困ったもんでございますよ。難しい時代にあの皆さんは生きてらっしゃる。まあ僕もそうなんだけど、ドリームスカムトゥルーさんも会社ネタです。今日から4月ですね、4月1日に頂戴しました、1日前ですね。毎年毎年スーツに身を包んだ新入社員たちがドキドキした表情でおはようございますと声をかけてくださいます。私の職場も4月1日は入社式ですと、それを見るたびに、ああ今年も始まったなと感じます。そしてそれを見ると、年度末決算、またピリピリする時期が始まったなと、少し気合を入れて仕事に向かう私がいますと。そうか、新入社員がいて春を感じる。で、年度末まで4月はそのね、決算のねことをやんなきゃいけないって、大変だね、春は大変なんだよ、いろんなことが。ありがとうございます。やるべきことがいっぱいあるな。福井のけいちゃんです。春関連の皆様の話題を聞いていますと、いろんな情景や思いをイメージしたり聞けたりしてとても楽しいです。私の地域では降雪時期が終わって、車のタイヤをスタッドレスからノーマルに交換する時となっています。まあそういう時期だね。僕なんかもう年中夏タイヤよ、雪降ったら乗らないというね、そんな感じ。あのそういうわけにはいかない方もいらっしゃるもんね。もうそれがもう車がもう移動手段という方がいらっしゃるんでね、大変ですね。まあでもそのタイヤの交換で春になる、よくわかりますね。ありがとうございます。ちゃんかわさんは函館、こちらも雪の降るエリアですね。函館市の開花の予想、これ桜だね、4月下旬頃なので、テレビで全国各地の桜の開花を見ると羨ましいなと思います。桜の開花、アクセントは開花っていうのは正しいんだけどね、全国各地の桜の開花を見ると羨ましいなと思います。あと3週間ほどありますが、気長に開花を待ちますということで、いいじゃないですか、まだ楽しめるんだから。もうこっちは散り始めるよ、もう今日なんても綺麗に咲いてましたもんね。明日はちょっと雨が降るかもしれない、関西地方でございますが、一郎五一さん、大林さんこんばんは。梅林の話、この梅の話ですよ、がありましたが、私が初めて梅林に行ったのは神戸の小倉梅林、あの岡本っていうところに東灘区、
ですね、中学で神戸に引っ越して1年くらいの頃、父に六甲山に登ろうと言われ、家から近い小倉神社経由の登山ルートを登りました。ちょうど東灘区の岡本のあたりから登っていくんだね。梅の花が綺麗でしたし、梅林からの神戸の景色も素晴らしいと思いました。神戸は海も山も近く素敵です。今でもどこに住みたいかと聞かれれば神戸と答えています。現実にはなかなか難しいですが、まあ、それぞれの性格通の基盤がありますからね、まあ、それはしょうがないんだけども。そうか、北田神社、東灘区の岡本っていうところにちょうど江南大学の近くなのね。江南、六甲山の甲兜の南とかに江南大学って大学があるんだけども、北田神社ありますね。関西でもね、梅は岡本、これ北田神社の岡本、阪急電車の岡本駅である。梅は岡本、桜は吉野、みかんは紀の国、栗丹波なんていう言われ方するくらい岡本の梅林は有名だった。で、兵庫の中でも、梅は岡本、桜は生田、ね、松が良いのは港川なんていう兵庫にの、歌いって言いますかね、そういった、民謡じゃないけども、そういう風に歌われております。岡本の梅林ね、ここからも近いんだよ。だから今梅の花だったか木だったか、この東灘区の花になってるのは梅は確かね。そうですね、はい、ありがとうございます。神戸梅、そうそう、岡本の梅っていう梅でございます。月の輪牛さん、大前さん、遠く遠くを歌っていただきありがとうございました。久しぶりに歌ったよ、あの歌。外苑の桜は咲き乱れ、この頃になるといつでも。失礼しました、僕もこの歌好きだったんだ本当は。ありがとうございます。今日は4月の1日、また社会人としての年を重ねます。まあそうだね。勤めている会社は新卒採用を見送ったため入社式がありません。少し寂しいです。まあいろんなね、会社の、状況がありますからね、今年は、入社式がないという、寂しい思いもあるんだけどもね。なるほど、ありがとうございます。まあでもいいですね、4月の1日、社会人としての年齢を重ねるという表現は素敵ですね。ありがとうございました。ヤマッチョさんです。春を感じるのはビーズ春のファン祭りです。お皿もらいに行きますって、これマジでお皿なんだよね。そう、ほら山崎の春のパン祭りのパロディーをビーズ春のファン祭り、お皿がもらえます。なんやねんって感じですけどね。まあまあ好きなんですね僕は。ありがとうございました。それからですね、あずきさんは大前さんの歌声が聞けてよかったですって。そうだよ、野球始まったもんね。ちょっとビーズステージ交渉します明日。出してくんないかな、誰かの前座でもいいやね。谷健さんです。月の輪牛さんの表現をお借りしますが、私が春を感じるのは桜が開花してスーツ姿に着られた新社会人をよく見かけるようになった時です。今まさにそうだよね。毎年この時期は新社会人らしき方々を見るたびに、自分は社会人何年目なのかカウントしてしまいます。ちなみに今日で9年目を迎えました。まだ若いね谷健さん。若いよ、これからじゃないですか。あの頃のキラキラしていた自分はもういませんが、いや十分キラキラしてますよ。社会に出て苦い経験をしたり、新たな考え方や価値観に触れて年々成長できていると実感するのもこの時期なのかもしれません。それが実感できていたら問題ないですね。もう二度と戻ってこない20代をこれから過ごす方々が羨ましい。まだ30代、40代、50代がある。僕は全部そこを過ごしてきた。谷健さん、まだまだ楽しみがいっぱいあるよ、ね、頑張ってください。いいな。ミーポンさん、大間さん、心にしみるカズラジバージョン、ありがとうございます。心にしみておりますが、しみておりますか。改めて大間さん、皆様のお話に私の教養が広がっております。素晴らしい。僕いつも自分の教室もそうだし、
昨日言った あるプロダクションの女性タレントさんの前でいつも言うのは、せっかくね今日来てくださったんだから何か一つ覚えて帰ってっていつも言うの。だからなんか僕が、ちょっと脱線していろんな話をすることもあるんだけど、その中でもしこれなんかのネタで使えたらまた使って、せっかく今日はここに集まってきてくれて僕の講義を聞いてくれたんだから何か一つさ、覚えて帰ってっていつも言うんだけど、そういうカズラジバージョンでありたいね。ありがとうございます。てなわけで、そう、また後でツイートもしますけれども、いよいよ4月の3日、午前11時に、文春野球プレーボールでございます。大前和樹のオリックス対日本ハムさんの対戦ということで、まあ、日本ハムさんはこの文春野球においては圧倒的な強さを誇ります。もうファンの結束力が高い、もちろんそのコラムの文章の内容もいいんでしょうけど、まあ、僕は読んだことがないんでよくわかんないんだけども、いつも大差で勝ってるイメージがあるのね、日本ハムさんって、だからまあ勝てると思ってないし、だけどまあ自分としてはね、まあ、僕自身が楽しみながら、書いた文章なので、もしよければ読んでください。まあ、コラムというコラムじゃないんだな、まあ、コラムなんだよね、あれ文春野球コラムのペナントレースなんだけども、まあ、僕はちょっと小説にしました。まあ、若干僕の合間で記憶を頼りに書いてるんで若干事実と相反するところはあるかもしれませんが、おおむね真実です。おおむね真実の物語を短い小説にして、最初4500文字書いたら、すいませんもうちょっと文字数減らしてくださいって言われて、4500でもめっちゃ削ったのにと思いながら、できれば何万字でも書けるような物語なのよ本当は。もっと前後も入れて、いろんなこのシチュエーションも入れながらすると結構まあまあ中編の小説ぐらいにはなるようなものがあるんだけど、将来はそういう小説書こうかなと僕は思ってたりね、まあ、それを全くのフィクションにするのかノンフィクションにするのかちょっと分かんないんだけど、まあ、今回はちょっと他の、文春野球のコラムとは毛色の違った、まあ、でもオリックスさん の、 文章で、例えば神戸大学の木村先生なんかもいつもね、思考いろんな思考で原稿を書かれてる文章書かれてるんで、あれ楽しいんだけどもね、そう、まあ、僕ちょっと短編小説超短編小説にしてみましたので、もしよければ読んでください。以前僕がここでお話しした内容です、はい、だから皆さん内容はご存知だと思うんですけども、それをお前が、前は僕が語ったんだけどもね、トークでそれをご紹介した、それを僕が小説文字にしたらどうなるのかというバージョンだよ、まあもしよければ読んでください。そしてもしよければヒットボタンを押してあげてください。まあ負けるにしてもちょっと前線はしたいなと思うわけでありますが、まあ勝ち負けということがつかなければこれは僕は本当楽しいお仕事です好きなこと書けるんでね。だけどまあなんだろうな、まあ、負けたとしてもそんなに恥ずかしい内容のものではないということだけは付け加えておいて、編集長並びに編集の方々はとっても面白いと言ってくださいました、まあ、それだけでも僕はもう満足なんだけどもね、プロの編集者が面白いって言ってくれたら書き手の勝ちだよね。そう、僕はそう思っています。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました、はあ、でも負けたくないんだよな、でも負けるんだろうな。